おはようございます。今何時ですか？5時43分に関空にね到着して今から行こうじゃないかっていう話ですよ。来ましたね、とう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 来ましたね。この日が盛り上がっていこうじゃないかと思っております。いいね、事故怪我なく帰れるように頑張っていきましょう。仕事レッツレッツクッキーみたいなよ。レッツトラレッツトラベル。もうあれ、あの時点で検査もう荷物検査が入る。はい、久しぶりだわ。乗るのはもう何年ぶりだろうかな。とうとう始まりますよ。すごいな、外歩いていくんやね。マジ？そんな大胆なことする？初上陸です。鹿児島タワー。この間来たんですね。超ギリギリで超ギリギリで高速船乗り場でございます。トッピー、あ、ロケット2、トッピーとロケット2、ドルフィン、暑いです。めちゃくちゃ暑いですね。え、ヤシの木が、お、びっくり、なんか噴水もどきが、なんか涼しくなりそうよみたいなね。鐘を2回鳴らし、幸せのお願いをするらしいですよ。本当に幸せです。目の前に広がる雄大な景色。まず景色を見ないといけない。で、鐘を2回鳴らしてお願いをする。幸せお願いします。ぜひ知る幸せに鳴らしてください。お願いします。一例なんかここだけ和風なんやろね。あ、すげえ、もうこれすごいね。令和籠間温泉8時から明日湯。この時間は暑いですよ。あー、あったかい、はい、暑い、こんなん入ったらもう暑いで、ね、ぬるくなくて暑い。あ、温泉やもんね。おー、じゃあちょっと2階行ってみましょうか。うわ、なんかオシャンティーやね、こうやって見たらすごい、なんか港町、港なんですけど絵になるね、なんかね、これすごい。でも桜、いや、そうじゃない、多分足湯から眺められる機会だ。これそうじゃない、桜ズイマーだね。あ、でかいね、こうやって見たら。わ、雲かかってるわ、すごいね。生桜島、生咲く。うわ、なんかすごいオールスターみたいな。オールスターみたいな、なんとるよ。おいどんたっと一緒に記念写真を問いもんそう言うてますけども、うん、おー、いったぞ、すごい、かげろう
ゃうんだ。さあ、じゃあレンタカーに。来ました。屋久島到着でございます。着いたて。ね、送迎もしてくれて。いいな。よかった。あっという間にもうあっという間になんか気づいたらもうわやわやしてたら車レンタカーをゲットしてここの屋久杉環境文化村センターでたった今このねバスをバスチケを買いましたね。バスチケです。バスチケ風やったぜやったぜ。じゃあちょっと軽く回りますか。Let's go。 出ますけども深井ちょっと待ってよ。エアポートエアホップどうてんだってな。なんだこれ落差ホテルないのか。屋久島エアホップって深井落差高いのか。深井ちょっと早いけどそういう早いですけど落差ホテルや。落差ホテルに来ました。めっちゃ綺麗だな。オープンスペースな感じやな。もう2階20こっちこれですね。
ですよね。お、お、すごい。一個の部屋なの。おー、すげえ。ワンルーム。この、これ、この構造は初めて見たかもしれない。すごい。すごい。自由な感じがしていいね、なんか。斬新ね。この間取り、なかなか。ないよね、今までないよね、これ。すげえ。テンション上がるね、ちょっと。これがおトイレ。ユニットブラス。すごい。いいじゃないですか。素晴らしい。よし。ここで今日は寝泊まりしますと。